はい、今日は8月の7日夜9時40分になろうとしているところです。現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ミヤリ版東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、明日、明後日、また私たちの日本国の本当の屈辱の日、そして連日新聞報道などで、あの昭和20年8月15日までの体験記録が掲載されていますね。しかしその体験、戦争体験した人たち、私も73歳になりますが、戦争そのものを知りませんね。しかし活動家である以上は、歴史の本などを読んで、どのような状況であったかというのはね、ある程度歴史を通して、その本ねを通して自分で調べて知ることとなっているわけなんですね。しかし毎回皆さんにね、愚痴のように言っておりますが、果たしてね、この8月、7月からね、8月にかけてね、私たちの日本国のこの現在の自由と平和な国のね、この国土がどのような状況の中に置かれていたのか、ね、その歴史の中でも戦争の終焉を迎える1ヶ月前のね、そのような状況に対してね、私たちのね、父母ね、祖父母や、どのような状況でね、過ごしていたのかな、ふとそういうことをね、思う時がありますね。本当にね、よく言われますね、大都会の大空襲においてね、あの鬼畜米英と言われるアメリカ、絨毯爆撃ね、あの戦争実録のビデオを見ると、本当にね、あの爆弾を連続で投下して、その下には私たち日本人の国民が皆生活していたところに、あのようにしてね、絨毯爆撃ということはね、その上にね、むちゃくちゃな爆弾を投下したということなんですね。しかしそのようなところでもね、私たちの日本国の国民はね、助かってきた。そしてこのような虐殺国家ね、考えたときに、韓国、北朝鮮などはいまだに私たちの日本国に対してね、あの徴用工問題、無理やりに働かされて、そして強制労働させられたね。ならばこの私がいつもね、言っているように、このね、
思想信条民族精神っていうのはね、この民族の違いにあると思われるんですね。つまりその民族精神というものは自分たちの国に根付いた、ね、歴史的な精神道徳ですね。その国の道徳、これはもともとが宗教ね入っている。皆さんこの韓国のね戦争当時の写真をよく見るとね、今韓国のドラマね、私が見たのはね、堀の中であのチャングムの誓いとかなんとかいうのありましたね。あのドラマの見た時にね、韓国のあの衣装、キンキラキンの衣装はね、その当時なかったのではないかな。なぜならば昔のね韓国の庶民のね服装を見たら、なぜかね真っ白いものを着て、そのような写真だけですね。まあ当然白黒ですからね、日本もねカラーというものができたのはね、確か昭和40年代ぐらいからではなかったでしょうかね。昭和35年あのオリンピックの時ね、39年ですね。その自分はテレビね白黒で見て、そしてあのテレビの画面にね水色みたいなねカバーがあって、それをつけて、あカラーテレビだと言ったね記憶があるんですね。それから昭和45年ぐらいになって、あの万博の時ですねには、この急激にカラーテレビの時代になって、昭和45年には完全にカラーテレビの時代になったというような記憶があるんですね。私が確か21、2歳の時ですね。この経済の発展のその中においてね、今の世の中でですよね、終戦戦後75年経っていくら保証してもね、まだ金をくれというね、金をもらった上にお詫びをせよというようなね、この民族精神ですね。ですから私たち日本人にとってはね、そのような精神、あの韓国、北朝鮮や韓国のね精神は理解できないところがありますね。あれが本性であるね。例えばね、さまざまな書物で、まあ独断と偏見で書いているね書物にもありますが、中国人さえも韓国人はね必ず裏切る、朝鮮人の精神とは必ず裏切る、人を裏切るね、その地点地点で満足したらまたね、その満足やり尽くしてね、人にたかることを覚えていくね、そのような民族精神ではないかなね。今そのような状況にある中においてね、我々日本人はアメリカにね
戦争の被害として詫びろ詫びろと言っているのは、我々愛国思想主義者、つまり右翼団体と言われるこのような活動をしている連中だけなんですね。そしてあの N 国党の立花党首が昨日面白いね動画を投稿していますね。アメリカ領事館、アメリカ大使館や領事館に、あ、ね、東京の大使館に日本国へ謝罪せよというね抗議行動を行っている右翼団体があることを知らなかったと昨日コメントしておる動画が流れていますね。しかし私たちの日本国の右翼団体と言われるね、この中にもアメリカを擁護する団体と絶対に許さない鬼畜米英というね、この言葉をね胸に刻んで活動する団体があるんですね。この明治維新が起こってから大正時代までね、さまざまな庶民の間からまずね明治維新になった、この廃藩置県になった時にね、武士で路頭に迷った人ね、この路頭に迷った武士が何万人何十万人と出たわけなんですね。さあ皆さん、あの柳生十兵衛という物語がありますね、徳川時代のね。そして奈良にね柳生の里っていうのがありますね。柳生十兵衛が切った石とかいうのがね、その村に行ったらね、確かねあれは勝負ですね、花勝負ね、5月ぐらいになるとね、勝負畑っていうのがね一面に広がるところにね、要するに柳生の館というね、昔そのままに継承されたところがあるんですね。私がね20年ほど前にその柳生の里に行った時にね、地元の人たちにね聞いたことがあるんですよね。お役所さんにね、柳生の里にその柳生の血族の人が住んでおられるんですかと聞いたことがあるんですね。そうしたところで、一人もおりませんね。その理由は明治維新になった時に、それまでは村の人たちが年貢という形でね、柳生の武家社会ですから、このね親方に社にね毎年ね年貢米のようにその柳生の里の館にね年貢を納めていた。しかし明治維新になってから村人がね誰もねキュウリの一つもこの武家社会の柳生のね人間に何一つ進呈することがねなかった。そのためにすべてその武士と言われた柳生のね血統の人たちはその村をすべて出て行ったと言われたんですね。なるほどな、ね、時代が変わってね、あれほど権勢を誇ったね柳生のね里お社ね、さまざまなとこありましたね。徳川時代にね奈良県
そして三重県に行ったら奈良の隣ですね。ここには伊賀忍者、そして滋賀県にね、一山越えて柘植からね、ちょっと行ったら甲賀というところがありますね。ここには甲賀忍者ね。そしてね、私がこの前ね、3日ほど前ですか、三重県の津野県庁に行くときに通る道ね、西名阪の中瀬というところでね、降りて163号線、国道163号線をね、長野峠というの方に走っていくんですね。そうしたところ、その長野峠のね、ちょうど新しくね、トンネル、そのトンネルがね、1キロ以上あるんですかね。以前はね、私がトラックに乗っていた自分にはね、その長野峠と言われるね、本当にね、その山をね、登っていったらね、くるくる回ってね、峠へ登っていったらトンネルがあるんですね。そのトンネルの入り口のね、ちょうどトンネルとね、入る時の左っ側に滝のようにね、新鮮な水がね、流れ落ちているんですね。それ滝になっているんですよね。むちゃくちゃな新鮮なね、本当の源泉なんですね。これが流れてね、三重県の伊賀上の木津川の上流になるわけなんですね。服部川から木津川上流になって流れていく、そのね、新鮮な、そうですね、3メーターぐらいの上からね、滝のように落ちてくる。真夏になるとね、昔なんかトラックにクーラーなんかありませんから、そこでね、何度かね、裸になってね、水浴び、上からね、滝に打たれた覚えがあるんですね。本当に冷たい新鮮なね、ガブ飲みしたんですね。その峠がね、トンネルに行く手前にね、石碑が立っているんですね。なんと立っているか、その上り口のところにね、川があるんですよ。ね、山の上登るところに石碑が立っているのは、あの松尾芭蕉の静けさや岩に染み入る蝉の声というね、この句がね、掲示された石碑が立っているんですね。そこので作った松尾芭蕉が作った句らしいんですね。この松尾芭蕉はもともと伊賀忍者であった、ね、徳川時代の隠密であったと言われていますね。そして武尊ね、これが甲賀ですかね。これも隠密であったと言われていますね。諸国をね、巡ってさまざまな俳句を残していますね。そして終焉のこの松尾芭蕉がね、病気になってね、息を引き取ったのが、なんと大阪のど真ん中ね、御堂筋にこの碑が立っているんですね。大阪の人でもこのようなね、歴史にあまり興味のない人たちはね、この学校で松尾芭蕉の句はね、一つ二つは皆さんご存知だと思うんですね。しかし終焉の場となったのはね、ちょうど御堂筋のあのイチョウのね、右側の南を向いて右側のところにね、1メートルぐらいの碑が立っていますね。ここが松尾芭蕉の終焉のね、地である、そのような碑が立っていますね。そしてところどころにね、この歴史を見るときに大阪の造幣局ね、この造幣局の正門の入り口から西へね、
50メートルぐらいですかね、行ったところに、あの大阪行き、ね、与力であった大塩平八郎、ね、ここで放棄したところの原点の、そこにも日が立っているんですね。私はそれになぜ気づいたかというと、ね、私の車、この前の車ですね、エルグランドの時に、私がね、ちょうど西へ向かって走っていたところ、ね、京橋を過ぎて、次のね、北野田というね、交差点なんですね。それを越えたら銀橋というね、橋があるんです。それを越えたところは左が造幣局なんですね、大阪の。この北野田の交差点を走っていったら、前にね、4トン車のトラックが、ね、建築屋のトラックが、あの二つ折りの脚立ですね、荷台からちょうど交差点の真ん中でですよ、その脚立がね、トラックの荷台から落ちたんですよ、ね、真ん前で落ちましたから避けようがなかったんですね。そうしてそのね、脚立の上にバジャーンと下ね、乗り上げてしまったんですよ、ね、しかし前のトラックはね、4トン車のトラックは脚立が降りたことを気づいていませんね。ですから私はそれをね、ガガガガーッと乗り越えて追っかけて行ったんです、ね、銀橋を越えて造幣局の門の少し行ったところで、ね、右からピピピッと鳴らして前に止まって、トラックはようやく止まったわけなんですね。そうしたところをその4トン車のトラックはね、赤い車の外線車で追っかけられてきましたから、何事があったか気づいていなかったんですね。そしてね、運転手が止まって、あんた今脚立を落としてね、わしの車下見てくれって言ったところはね、オイルがね、漏れ出していたんですね。そして当然ね、警察へ連絡して待っていた時に、一度二人でね、あんたが落としたね、脚立あそこへおるから、あるから見に行こうって言ってね、200メートルぐらいですかね、二人で歩いて引き返したんですよ、ね、そうしたところ誰かがね、真ん中ですから交差点のね、それを脚立ね、もう曲がっていました、それを横のね、歩道のところへね、置いてくれていたんですがね、そこで初めてその4トン車のトラックの運転手はね、自分が工事用の脚立を落としたっていうことをね、確認できたわけなんですね。そしてそれはそのままにしといてね、また2人で200メートル歩いていく道中でね、警察が、宮古島警察がね、来たんですよね、工事班が。そうしたところに、要するに事情を話してね、やったところ、物損ですからね、後日お互いに免許証と事故届を出してね、そして話をして、ふっと横を見たらね、相手側が事情聴取されてる時に横を見たらね、150センチぐらいのね、要するにそうですね、30センチ角ぐらいですかね、石碑が立っていたんですね。そこに書いてあったんですね、大塩平八郎ね、発起の日としてあるんですね、放棄の日とね、ここであの与力であった大塩平八郎ね、の日となったんですね。さあここでね、私はちょっと興味を持ってね、この大塩平八郎のね、出たところの身内がおるね、調べたところね、なんと大阪片野市の尊厳寺、尊いに伸びる寺、尊厳寺というらしいね、この尊厳寺の出身だとね。それを大阪の枚方から片野へ抜けてね、その峠を越えて山を越えた、その尊厳寺というを越えたら京田辺なんですね、京都の。そこへ抜ける村、集落ですね。
そこでね、この一揆は失敗すると。必ず、ね、今の徳川ね、幕府の、ね、ここに一揆を起こしても、必ず失敗するということをね、予測して、もし失敗したら、ね、村の人たち、ね、出て行っていますから、自分の家屋敷、すべて没収されると。ね、家は取り潰しになるということで、この大塩平八郎というね、人物は、なんとか自分たちが失敗しても、村人が失敗しても、土地や家を取られないような方法を考えたらしいんですね。それはどのようにするかといったところに、個人の持ち物ではなく、村全体の存延寺の持ち物として、ね、役所に、昔の幕府のね、要するに奉行所ですね、そこに全部の山、田畑、家まで、村の持ち物としてね、届け出をやっていたらしいんですね。そして、今で言われる地上権ですね。土地そのものはね、動きませんから、今の時代はね、土地は個人的に、こっからここまではね、誰々の個人的なものと等本、ね、土地等本、ね、それすべて役所の法務局に登記されていますね。ところがね、村全体をね、自分たちの持ちの村のものとして、地上権ですね。この地上権に、ここからここまでは誰のもの、ね、誰が借りてるものっていうことで、税金も村に納めて、村がね、その幕府のね、ところに、奉行所に納めていたというんですね。このようにしてね、その先導したね、与力であった大塩平八郎、本当にね、自分が失敗することを分かっていて、なんとか村人のためにね、この土地を没収されるような方法を考えていたんですね。そのようなね、歴史を見たときに、ね、私たちの日本人の民族性ですね、本当にね、国民のために、ね、村人のために、そして自分が行うことによって、ね、失敗した時でも、この村人のためにそれを残そうとしたね、このようなね、本当にね、こういう人を立派な人物というんではないでしょうかね。このようなね、人物が日本のね、あちらこちらに民族精神を継承してね、そして崇められている人たちがね、日本にはたくさんいる。歴史上の人物がたくさんいる。ね、しかし、ね、この戦争においてそのような歴史を否定する、ね、このような歴史上の人物さえも否定する、ね、日本民族精神を否定する、このような学校教育にしたのが現在の、ね、あのアメリカが押し付けて帰った、ね、昭和27年から施行されたこの現在の日本国憲法なんですね。この私がいつも言っているように、日本国憲法、鳥の日本足とかって日本国と書いてもそうですね、憲法。我々民族派と言われる愛国思想者が求めるのは日本国憲法なんですね。民主党の時に日本でも日本でもどっちゃでもええ、このようにしてね、母国語を崩壊させるようなね、人物が政権を担っていては行く先見えませんね。真っ黒であることが分かりましたね。さあ今日もまた一通りぼやいてまいりました。皆さん、コロナ毎日増えています。